ことちかは、京都市交通局が運営する、駅中商業施設。京都府京都市内を走る京都市営地下鉄の京都駅、山品駅、市場駅、烏丸池駅、北大路駅に設置されている。ことちかの、ロゴマーク想定顧客層は20代から40代の女性で、イメージキャラクターとして、こと、地下へ、号と名付けられた三姉妹が設定されている。 2009年、京都市は、市営地下鉄の増収策を打ち出した。地下鉄は、バブル期の資材高騰の影響で建設費がかさみ、2009年時点でも、約3000億円の債務が残っていた。2008年度の決算時点で、地下鉄の資金不足比率は133.5%となり、基準を大幅に上回ったことから、地下鉄事業の経営健全化団体指定が、 確定した。これに伴い、同年施行された財政健全化法に基づく経営健全化計画の提出を求められた市は、すでに取り組んでいたオリジナルグッズの販売や商業施設の誘致といった、駅構内の商業利用をさらに推し進め、市場駅を改修して作った空間を店舗スペースとして活用することにした。整備費用は地域活性化。 経済危機対策臨時交付金として、京都市に交付された22億円の一部を、充当することになった。市は2010年2月から出店者を、募集、8店舗の募集に対し25店舗の応募が、集まった。4月には出店予定の8店舗を発表した。出店店舗の一つ、クリスピークリームドーナツは、京都府所出店となった。7月には、 こと京都の地下の意味を込め、愛称をこと地下と決定した。2010年10月1日に開業、出店店舗の一つである、クリスピークリームドーナツには400人の行列ができ、最大4時間待ちの盛況となった。開業効果で、市場駅の乗降客は、最初の3日間が前年同期比で1日6500人、月末の集計でも4000人増加した。 駅中事業の好調もあり、2010年度、市営地下鉄は43億円の黒字を記録した。2011年5月には、カラスマお池駅にもこと下か池が開業した。年初には、市は、京都駅も改修して、こと下を設ける方針を決め、出店募集に対して60店が応募した。この年、市は、駅中ビジネスで4億4500万円の収入を、 上げ、想定以上に経営改善が進んだとして、2012年1月、京都市は2013年度までの実施を予定していた、運賃値上げを2014年度以降に先送りすると発表した。2012年9月には、こと年か京都の北改札口側の区画が開業、西日本発出店となる、アンティアンズなど6店舗が開店した。翌10月には、 市長の角川大作がことちかを山品駅と北大路駅にも設ける方針を表明。山品駅は2014年、北大路駅は2018年にそれぞれ開業した。2017年には、ことちか全体における売り上げが10億円に達している。ありがとうございます。